それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。いざ！お連れの姿が見えませんね。目を止めるのはオラ一人で自分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今、あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。無事再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。リザー、この世界をおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない、戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て。新しいお仲間の心配はいいんですか。それではまた。大丈夫ですか。よかった。それにしても
初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。また腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな、うめえもんもいっぺんあっぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんのはまだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはヴェノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちヴェノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そう、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したヴェノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ヴェノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ヴェノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがヴェノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはヴェノムズの殲滅はもちろん、ヴェノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレン、計画はどうなっている？ジェイフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれば気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐り切った世界は一刻も早く変えねばならない。世界を作り変える。
早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことはナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。ん、よく来たな。アルファチームのリーダー、孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけ、ゾロ。まだ新入りだぞ。騒がしい。よそでやってくれ。まったく、どいつもこいつも。こんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダー、ルフィさんです。お前、海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。そうか、俺の技が気に入ったのか。それじゃあ俺の言う通りにするんだぞ。いいか、まずはこうやって腕を伸ばして。いや、できるわけねえだろ。この場所はトレーニングルームです。 J フォースのメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。今までに戦ったやつなら誰とでもまた戦えるんだってよ。けど模擬戦は後にしろよ。今は俺と勝負だ。準備はいいか。行くぞ。お前すげえな。よし、決めた。お前、俺たちのチームに入れ。よろしくな。ベータチームに登録します。暴れたら腹減ったな。サンジ、飯まだか。さっき食ったばっかだろ。
コズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。行こうぜみんな。のとがめ。何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピッコロ、ベノムズは任した。うん。トランクスとおめえはオラと来い。3人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。ベジータ、おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。あだ、誤算だったな。ほう、ふん、チャンスかな。終わりだ。バカな。くわ。やったぞ。見てください。
母さん。コズミックキューブ、なんてまがまがしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。よかった、父さん、正気に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間 J フォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意思に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もその J フォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。俺は、あの女、一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだろう。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。
君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。よっ、待ってたぞ。聞いていると思うが、わらわたちベータチームの主な任務はベノムズ支配下地域の奪還とまだ見ぬ世界、まだ見ぬ仲間を探すことじゃ。ベジータのおっさんみたいにまた強いやつが見つかるといいな。誰がおっさんだ、生意気なガキめ。親の顔が見てみたい。確かにベジータほどの戦士がそうそう見つかるとも思えぬが、世界の海もまた広い。さまざまな才を持つ者がいるだろう。次はどんなやつに会えるか楽しみだ。
素晴らしい。来たな。早速出撃だ。こらこら、ナルト、説明を省きすぎだ。そうですよ、きちんと説明しないと。分かったってばよ。俺が話そう。聞いてるとは思うが、ガンマチームの主な任務は諜報活動だ。敵地への潜入、偵察、情報収集、他のチームに比べ表には出にくい役目ですが、どれも重要な任務ばかりです。おいおい、俺にも説明させてくれってばよ。うん、来たな。聞いていると思うが、俺たちアルファチームの主な役目は進行拡大を目論むベノムズ主力の撃退だ。ベノムズによる進行の勢いはやむどころか日に日に増している。これ以上の進行を許すわけにはいかない。要は向かってくる敵を片っ端から切る。わかりやすくて助かるぜ。
時が止まるってどんな気分だ。なめてんじゃねえぞ。おい、こいつは引くぜ。もう逃がさんぞ。逃げ道はもうないぞ。なんだと。行くぞ。てえや。うわあ。下りやがれ。うわ。
はじめまして。僕は八神ライト。今日から君たちと共にこのベースキャンプで活動することになった。と言っても君たちとは違って強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。僕はただの人間さ。僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。
まともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。ベノムズの出現だ。アジアエリアのガーラから救援要請があった。みんな集まってくれ。どうした？いや、なんでもねえ。今回の任務はナルトたちと君に行ってもらう。よっしゃ。今入った報告によればガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ敵の本陣へと向かったとのことだ。ガーラのやつ一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。そこか。随分と堂々とした資格だ。ちょうどいい。お前の力を示してみろ。転送完了しました。事態は一刻を争う。頼んだぞ。たく、簡単に言ってくれるぜ。ビビってるのか、ナルト。俺を誰だと思ってんだ。未来の火影をなめんな。ここで足止めを食らってる場合じゃねえ。行くぞ、サスケ。先を急ぐってばよ。そう簡単には行かせてくれないようだ。お前たち、ここは俺に任せて先に行け。雑魚どもは俺がやる。けど。心配するな。さあ行け。わかった。頼んだぜ、サスケ。この程度か。期待外れだね。ナルト。どうやら間に合ったらしいな。さあ反撃開始だってばよ。ナルト待て。え？同じ奴がもう一人。一人なら俺も苦戦などしない。影分身。いや、そういうわけじゃなさそうだな。手強いぞ、注意しろ。そこか。そこだ。こっちだ。いい女、まだだ。そうだ。よっしゃ。うわー。ごめん。うわー。なんだ、どうなってんだこれ。まさかこれって。ああ、
どんな仕組みか定かではないが、キューブが集まり、奴の肉体を形作っているようだ。また?こんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。あと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。誰かのために 120% の力が出せる。それがお前たちの強さか。こいつも本物じゃないのか。誰だお前。カイン。それが俺の名だ。カイン。まさかこれで終わりだと思っていないよな。めでたい奴らだ。貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。まさか、お前も操られちまったのか。そこか。バカにしてる。コズミックキューブを了解しました。回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた長官。
ベノムズを指揮していた男カイン、奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確にはわからないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めてくれ。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男カインが持つ黒い本、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、言ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。よし、みんな集まったな。で、何なんだ。黒ひげの目撃情報が入ったって話だ。あいつもこの世界に来てんのか。どうもマッターホルンとメキシコという場所でほぼ同時刻に目撃されたという話じゃ。例のレプリカか。どちらにせよ黒ひげがベノムズと接触したことは間違いないようじゃな。偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。よし、ほらからやらしてもらう。どうだ。
本気で行くぞ。これで終わりだ。
狙って野戦眼うれわけにはいかねえ。どうした？アラでも減ってるのか？ん？黒ひげについて？俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするほどな。そうか。長官からの通信です。そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル D.T.H.、通称黒ひげの襲撃が確認された。
ベータチームと共に出撃してくれ。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばぬ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ぜはははは、誰にも俺を止められねえのさ。が誰だてめえは。見かけねえ面だな。ぜはははは、やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。せいぜい隅っこで指でも加えてろ。ぜはははは。やるじゃねえか。だがな、この程度で俺は倒れねえぞ。ぜはお前ら、待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえ奴ばかり。ちょうど寂しかったところだ。黒ひげ、お前、本物か？え？いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。お前もヴェノムズの仲間になったんだろ。ヴェノムズだ？知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊をやめて仲良しごっこでも始めたか？ぜはははは。俺も忙しいんだ。あばよ麦わら。あいつは本物の黒ひげだ。一体何考えてんだ。
わりだ。こわねえや。どけ。走る。てめからの通信です。直ちに司令室に来てくれ。君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で怪しい人物を目撃したという報告が届いた。もしかしたらカインかもしれない。君にはルフィ、サンジと共にその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。
瞑想完了しました。うひょー、いい眺めだな。おい、遊びに来たんじゃねえんだぞ。サンジ、腹減った、海賊弁当。だから遊びじゃねえって言ってるだろう。早速お出ましか。サンジ、行くぞ。しかし、ザコしかいねえな。誰か、助けて。レディの姫？いや、やめて。そっちか、待ってろ。今、あなたのナイトが助けに参ります。なんだ。大丈夫ですか、お嬢さん。あなたは？君を守るナイト、サンジと申します。すぐに片付けますのでご安心を。おらー、じゃ、あっちはサンジに任せて、俺たちも行くか。これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドマゼル。よく戻った。その女性だな、ベノムズ兵に襲われていたというのは。ああ、お嬢さん、しっかりしてください。うん、こいつなんか持ってるぞ。これはなんだよ、びっくりすんだろう。すまない、だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そうなのか。いや、まだわからん。だが念のためだ、調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディが目覚めたら教えてくれ。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろよ。わかった、待ってろ。本気だ。おらっ、
あ、お前もう平気なのか。お嬢さん、お体の方は。はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。ま、腹いっぱいにくくって寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。三時の飯はすんげーうめえぞ。好きな料理は何だい。食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。気づいてくれたんだ。いいね、合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だがまだちょっと早いかな。いや、なんでもない、こっちの話さ。君は本物かな、それとも。
転送完了しました。情報だと確かこの辺りなんだけど。キルアだ。ゴンなのか。やっと会えた。ゴン、隣のやつは誰だ。今一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間、紹介するよ。俺の親友キルア。ゴン、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよキルア。まさかキルアもキューブに操られて。知ってる本物のゴンなんだな。何言ってんだよ、そんなの当たり前じゃん。だろうな。戦って分かったよ。どういうこと。俺ここに来たばかりの頃お前に襲われたんだよ。え、それってまさか。ああ、お前の偽物だろうな。そいつヒソカと手を組んでたぜ。ヒソカと。そのヒソカも偽物だったの。どうかな。そっか、キルア、きっとキルアがあったのはレプリカだと思う。俺たちが今戦っている敵、そいつらが作った偽物なんだ。なるほどな、そういうことか。疑って悪かったな、ゴン。もういいよ。ここが俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ、かっこいいじゃん。で、ヒソカのやつはいないのか。あ、そういえば、きっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいたヒソカ、あいつが本物だったのかどうかはっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。
お、なんだおめえか。ん？いや、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんどよ、叩きたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でも、まずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな、ユースケ、行くぞ。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。お、悟空のおっさん、まだいけるか。あ、もちろんだ。なんだあれ。あぶねえ。レイガン。ユスケ、クソバーク。人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在が J フォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、教頭と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ、楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。
虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か？あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。これほどとは。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か？おや、皆さんお揃いで。残念ですが、今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か？おめ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろう。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。目障りな連中、特にあの脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配する。奴はただの元人間。この俺とは違う。自らを善だと信じているのです。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそが善悪を定めることができるのだ。このオニキスネックで俺は世界を作り変えてやる。みんな集まったようだな。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムズの陰で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が
黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。サンジの飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろあの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。リュウ君、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウ君。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウ君のことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あの、アンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に、君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか。何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。
て死神クイズてそう、完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。邪魔するな。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女、以前報告を受けた女のことか。確かに考えられるな。推測の域を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。やあ、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。
君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。一度言ってみろ、ぶん殴ってやる。やめろルフィ。何度でも言ってやる。戦場で何かに操られた奴らはみんな出撃前にサンジと会っていた。てめえいい加減にしろ。サンジさん、どうかしたんですか？おお、アンジェラちゃん。なんでもない、ただじゃれ合ってるだけさ。今日のところはここまでだ。だがルフィ、後で後悔することになるぞ。うるせえ。見て分かっただろう。こういうわけで君には彼らの動向を調べてほしい。こんにちは。ちょうどいい、いい知らせがあるんだ。少しずつだが、アンジェラちゃんの記憶が戻ってきてる。と言ってもごく断片的なものなんです。思い出したのは街並みです。人がたくさんいて賑やかで、休みの日はみんながカフェに集まっていつも笑顔で話していたよ。ベノムズに襲われる前の記憶なんだろう。町が破壊されたことは言うんじゃねえぞ。何か？なんでもないって。それよりこの調子ならきっと全部の記憶が取り戻せるはずさ。サンジさん、ありがとう。おっと、こうしちゃいられねえ。アンジェラちゃんはここで待ってな。お気をつけて。
魔だ。わかった。あれ行こう。まだ余裕だぞ。ほら。これぐらい。どうぞ。まだまだ。逃がすか。デラウェア。クライナー。スマッシュ。クライナー。デラウェア。スマッシュ。スタープラッシュ。こりゃ。やるな。デラウェア。うわ。Thank you.
Thank you.
転送完了しました。あそこか。さっさと終わらせてやる。うわ、俺だって負けてねえ。おーい、クソマリモ、俺たちが助けに来てやったぞ。おい、どうした？クソコック。おいおい、まさかお前まで。おわっ、あぶねえ。何しやがんだ。どうやらシャレじゃねえみてえだな。クソ、仕方ねえ。やるぞ。いいわね、ヒーローたちの同士打ちはとても愉快だね。つまらない。クソゴック、生きてるか？ああ、ようやく正気に戻ったか、クソマリモ。俺は一体覚えてねえのか？てめえから仕掛けてきたんだろうが。全く覚えがねえ。そうか、そろそろかしら。あら、見つかっちゃった。悪いわね、これから大切な用事があって今日はお相手できないの。また今度遊んであげるわ。ピッコロがナメック星で見たという女と今回現れた女は同一人物だと考えられる。そしてその女が今回の件の原因であることは間違いないだろう。だから言ったろ、サンジのせいじゃねえって。ふん。報告ではその女は黒い本を持っていなかったとのことだが、危険な存在であることは間違いない。みんな十分注意してくれ。では解散。こんにちは。あの、サンジさんを見かけませんでしたか？そうですか。いえ、それならいいんです。敵の侵入だ。数は少数、数名の戦士がベナムの襲撃を受けた。各自警戒を怠るな。私は大丈夫です、行ってください。
こちらは大丈夫だ。現状被害報告は少ない。しかしおかしい。何がだライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは…長官、侵入したベノムズは片付けた。そうか、ご苦労だ。ただ、なんか変なんだよな。こいつら、ただ混乱させたいだけっつうか、逃げてばっかなんだ。逃げてばかり？もしかして…長官、すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください。わかった。長官、このモニターに映し出されている場所は？そこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ、まさか彼が。みんな無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ。敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。そんなの嘘だ。落ち着けルフィ。監視映像が改ざんされた形跡はない。これは紛れもない事実だ。どうして？はじめはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが、敵の狙いはコズミックキューブにあった。いずれにせよ、みんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたい。それが賢明でしょう。サンジは俺が必ず見つけ出す。俺は信じねえぞ。サンジのやつが俺たちを裏切るわけねえ。分かってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたそうだな。うるせえ。そんなの嘘だ。どうだかな。てめえ、やめろベジータ。ルフィも落ち着け。ルフィがサンジを信じてえ気持ちは痛えほどわかる。ルフィ、あのバカもコズミックキューブに操られてるんじゃねえのか？ルフィ、だったらどうすんだ？ただじっと待ってんか？ちげえだろ？ああ、サンジを見つけてぶん殴って正気に戻す。そうだ、悩んでたって仕方ねえ。ああ、よっしゃ、サンジ待ってろよ。おい、待てルフィ。サンジを探しに行くなら俺も連れて行け。手を貸してやる。しょうがねえ。おめえも行くか。いや、君か。何をしているのかって？実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。
私があなたなんかやられるかよ。このまま頭を打ち抜かせてもらうぜ。ドロ。オラオラオラ。サマクロは俺のスタンドだ。誰かと思えば、どうやらお前もサンジを探しているようだな。これを見ろ。サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか？どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。
落ち着け、ナルト。だってよ、今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い大川を攪乱している。まずは正確な情報だ。そうだな、俺たちがしっかりしねえと。転送完了しました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。ん？俺だけは俺を倒していくんだな。楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてな。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。せはははは。大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。転送完了しました。マスター、レプリカです。やはり、サンジさんは。ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところすまないが、悟空たちアルファチームが現在、フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。完了しました。おっ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も三人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ええ、ベノムズの指揮官であるカインとお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本、オニキスブックと、あなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで忠実な手下を手に入れることができました。フリーザ、
おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴のざれ言に耳を貸すな。ああそうだな、行くぞ。さあ皆さん、相手をしてやりなさい。所詮偽物はこの程度ですか。本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。ほざけ。行くぞフリーザー。諦めろフリーザー、今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐに分かりますよ。待てフリーザー。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り長官に報告だ。しょうがねえ、わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが。フリーザの言ってたデプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えていいだろう。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞみんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。いつもと違って静かでいいわ。騒がしい J フォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああアンジェラちゃん、やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？ああ、そうね、この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を明かせばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り、
私の思い出。花火はまだまだ続くわよ。他のジェイフォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあそろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞサンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったろ。そうね。サンジ前に出なさい。サンジ。畜生。サンジ目覚まさせてやるぞ。楽しい時間もおしまいね。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。サンジさん。サンジ。ああもう大丈夫だ。面目ない。お前のおかげだルフィ。それとありがとな。サンジ。バカやめろ。言ってんだよ。世話かけやがって。おう長官、サンジが正気に戻ったぞ。そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。それでベースキャンプの方の被害は。アンジェラの所持していたオニキスブックらしき黒い本が爆発を起こし研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ。ああライト。彼にはガレナの行方を追ってもらって、彼ならきっとやってくれるだろう。なあサンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああとびっきりせーのつくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎どもに。お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったようやく戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう、お前にしては珍しいな。でどうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。
今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージは与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産も叶った。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが矢神ライト、なぜお前がガレナをかばう？簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。ふん、面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。ヤガミライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいがみんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ黒ひげに続きジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。遊びすぎましたかね。ん？おや、誰かと思えば今度こそ殺されに来たんですか。おやおや、本気で私を倒そうというんですか。いいでしょう。では面白いものを見せてあげましょう。なんとあなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。
よっと、そら！パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だがフリーザは逃亡し、世界各地での被害が収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアに密かが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で君は信頼に足る人物だと判断した。 J フォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらうほかない。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？密か。誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。それも秘密。ただ僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら？拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。このおっと、素晴らしい。待て、そいつはキューブに操られてなどいない。それに意識も失ってはいない。そうだ、やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないから、もう少し待つとしよう。果実が美味しく実るまで。そうか、話せ。逃げられたか。我
私に何か用かな。あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。悪いが、お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。ほう。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界も含まれているのか。俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすもの。私の力は知っているというわけだな。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする？お前の好きにするんだ。気に入った。いいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。おい待てよ、ルキア。グズグズはしておられぬ。わっ、なんだ貴様。召喚戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞ、イチゴ。これからお前、何をほうけておる。さあ、行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのか、レプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできん。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ、ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああ、そのようだな。そうか、お前は冷圧を感じられぬのだったな。所詮偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽物だ。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。見えるか。ほら、やいこう。うん。逃がさねえぜ。生意気。生意気な。さあ帰るか。まさか今の冷圧は。イチゴ。ああ間違いない。帰るぞ、戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。
わかった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして、生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振るう。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない。彼のようにそれができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。弱いわ。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。どういうこと。カインは元は人間だったの。彼はあなた